埼玉県ブリブラ市神山淵いいよ来いよ、速攻点取られ、うんちっち、ブリブリ、ウホンホン。もう終わりだよこの球団。高松の S らはものすごくブレーキ効いて減速するよね、わけわからん。竹内に負けついて悲しい。竹内も打たれたけどさ、チャンス潰しすぎだよ。明日もしっかり負けて7連敗に借金311に増やそう。高松って何の練習してんの？こいつなんもできんやん。足も遅いし。竹内くんもがっくりの打撃陣のしょぼさ、チャンス逃しすぎ。竹内はよくやってると思っ、チャンス出てないやつが悪い。高松って大して走塁技術高くないよね。置いとく意味ないでしょこれ。ここから竹内の連敗が怖いな。こういうのは記録が途切れるとバタバタっていくから。まあ高松成功率8割だし、終盤の緊張する場面でよくやってくれてるよ。初回のノーアウト23塁で能登の先もな、本当ひどい。こんな打線じゃ今井の楽天戦連勝も止まるし、竹内くん新人王も黄色信号やな。高松いる？川越の方が良かったわ。竹内の投球内容はいつもと変わらなかった。2点取られたイニングもしっかり打たれたわけじゃないし、序盤でなんで点取れてないんや、点取れないんだから何番だろうと送りバントしろや、誰に遠慮しとんねん。竹内の負けなしも止まったから、明日は今井の楽天戦連勝も止まりそう。ご視聴ありがとうございました。